事故か事故発生から2時間半経った今警察による現場検証も終了し付近の通行止めも解除されているので通常通り車を通行することができています事故が起こったのはまさに町の中心部です 駅前通りそして南三条通りが交わる場所で発生しましてまさに今、私の目の前にあるこちらの横断歩道を画面奥から手前に向かって横断していた女性2人が画面右からやってきた黒い乗用車にはねられてしまいました、えー、女,性2人女性1人はこの横断歩道の中央で倒れ込みもう1人はこの横断歩道から離れた 交差点の中心部、少し濡れているのがわかるでしょうか。水がかけられているんですけれども、そのあたりまで飛ばされてしまったということなんです。お二人はあの意識はあるということなんですけれども、乗用車は今も逃走しています。いつも私たちが通るこの街の中心部で起きたということもあり、えー、付近を通る方々少し不安そうな表情をしていらっしゃるのが伺えます。以上お伝えしました。